ルーツを知れば世界はもっと面白くなる。こんにちは、歴史解説系 YouTuber のトーストです。今回ご紹介するのは、世界中のクリエイターにとって必須のソフトウェアを提供する Adobe。 Photoshop やイラストレーター、プレミアプロやアフターエフェクトといった創作活動をする人たちにとって非常に使い勝手が良く便利なソフトウェアを開発している Adobe は、本格的なプロクリエイターから今ではデザイン系の仕事をする会社員や私を含めた素人 YouTuber まで幅広く利用されています。そんな Adobe の歴史は、実はあのスティーブ・ジョブズの Apple と切っては切れない関係にあったのです。今日は世界に先駆けサブスクリプションサービスを開始し、革新的なソフトウェアの開発によってユーザー数を年々増やし続けている Adobe の歴史をご紹介します。それでは行きましょう。Adobe の歴史は1970年代後半、アメリカの印刷機器の製造販売大手ゼロックスのパロアルト研究所で主任科学者兼研究員として働いていたチャールズ・ゲシキがジョン・ワーノックという一人の青年を研究所に採用したところから始まります。もともと数学者であったジョンの類まれなる才能と世界を変えたいという大きな野望に共感したチャールズは、ジョンを採用後、彼にある一つの研究課題を課します。それがプリンターデバイスに依存しないグラフィックシステムの研究。これはどういう研究だったのかというと、パソコン上にあるイメージを印刷する際にどんなプリンターでも同じように印刷することができるプログラミング言語を開発するという研究でした。どんなプリンターでも同じように印刷するって、そんなの当たり前じゃないかと今では思うかもしれませんが、この時代パソコンから何かを印刷するためにプリンターに対して指示を出すプログラミング言語、通称ページ記述言語は、プリンターを作っている企業が独自にそれぞれ開発していたため、プリンターが違えばそのページ記述言語の精度や機能も違い、印刷されたイメージも異なるという状態でした。そこで彼らは、全てのプリンターが一つのプログラミング言語によって同精度の印刷ができる技術を完成させれば印刷業界を変えられると考えたのです。そして研究の末、1981年、ジョンとチャールズら研究員はインタープレスと呼ばれるデバイスに依存しないページ記述言語を完成させます。この研究成果と可能性に大きく喜んだパロアルト研究所の研究員たちでしたが、大元のゼロックスはそうは思っていませんでした。なぜならゼロックスの上層部の社員たちは、この技術を今市場に公開してしまうと既存のゼロックスの製品を駆逐してしまうことにつながると恐れたのです。ジョンとチャールズの2人は、この先進的なインタープレスの技術をなかなか市場に公開しないゼロックスの態度に不満が募り、1982年、ついにゼロックスからの独立を決め、新しい会社を作ることに決めます。この時の決断を、後にチャールズはこう述べています。テクノロジーというのは魚に似ている。料理しなければすぐにダメになるんだ。二人は会社創設にあたって、その企業名をワーノックの自宅の裏を流れる川の名前から取った Adobe Systems に決定し、それから新しいスタートを切ることになります。この天才的な二人によって適当に名付けられた Adobe という名前が世界に革新と衝撃を与えるのは、それからそう遠くない未来なのでした。1982年、ジョン・ワーノックとチャールズ・ゲシキの2人によって創設された Adobe は、ゼロックス在籍時に開発したプログラミング言語インタープレスをさらに改良したポストスクリプトを開発。ポストスクリプトは最先端で革命的な言語でありましたが、 Adobe がほとんどこの技術のみで起業したことは大きなギャンブルでもありました。なぜなら当時はまだ印刷の技術も低く、ドットインパクト式と呼ばれる点の連なりによって印刷する方式が主流であり、どのプリンターでも高精度にイメージやテキストの印刷を可能にするポストスクリプトの技術があっても、プリンター自体の性能がまだそれに追いついていなかったのです。とは言っても Adobe はプリンターのようなハードを一から作るメーカーではなく、あくまでもその技術を提供する企業であったので、これからどうビジネスを進めていこうかと試行錯誤をしていたある時、一人の男が Adobe の技術に大きな関心を寄せます。それがかの有名な Apple の創業者、スティーブ・ジョブズ。ジョブズは当時すでにアップルコンピューターの CEO として大きな成功を収めており、次世代のプリンター技術とされていたマッキントッシュ用のレーザープリンターの開発を進めていました。高精度のコンピューターを持ち、これから最先端のプリンターを開発しようとしていたジョブズに、あと必要であったのはハードウェアではなく、イメージを高精度で出力する優秀なソフトウェア、つまり Adobe のポストスクリプトの存在でした。そこでジョブズはアドビに対して500万ドルで買収を持ちかけましたが、ジョンとチャールズはこれを拒否。
それではと提案したのが Adobe の持つテクノロジーのライセンス契約、つまり Apple に足りないとされたソフトの部分を Adobe が保管し、 Adobe に足りなかったハードの面を Apple が保管するというウィンウィンな関係を提案したのです。この結果、ジョブズはまだアドビの名前が全く無名であったこの時代に、ポストスクリプトのロイヤリティとして毎金で150万ドルを支払い、さらに自社株 20% と引き換えに250万ドルという大金をアドビに投資することを決めたのです。この決断にジョブズの周囲の人間は、なぜこんな大金を無名の企業にとかなり動揺したそうなのですが、実際この時投資した250万ドルのアドビの株をアップルが6年後現金化した時には8700万ドルにまで膨れ上がることになるので、ジョブズの先見性というのは本当にすごいですよね。そして1985年、ついにアドビのポストスクリプトを導入したアップルのレーザープリンター、レーザーライターがアップルから発表されると、その技術は世界を驚嘆させます。これまで熟練者や専門的な技術を持つ者だけが可能とされていた印刷や製本が、アップルのパソコンとプリンターを使えば誰にでも簡単にできるようになったのです。ちなみにこの時の心境をジョブズは後にこう語っています。みんなでレーザーライターから最初の1枚が出てきたのを見た時に、これは場外ホームラン級の大当たりになるってことが分かったんだ。そうして発表されたレーザーライターはアップルのマッキントッシュと合わせ売上を伸ばし、アドビはそれからアップルだけではなく、ポストスクリプトのライセンス契約を他メーカーとも結んでいくことで、ビジネスの柱を築いていくことになります。アップルから登場したレーザーライターにポストスクリプトの技術が加わったことにより、世界に革新をもたらしたアドビは1986年に株式公開。それまでポストスクリプトのライセンス料が売上のほとんどであったアドビは1987年、続いて独自に開発したソフトウェアイラストレーターを発売。これはジョンがグラフィックアーティストであった妻が日々机の上で定規やナイフで仕事をしているのを見た際に、コンピューター上でも同じことが実現できるのではないかというところから着想したアイデアでした。そんなイラストレーターは市場に495ドルで売り出されると、単にソフトとしてアドビの売り上げを伸ばしただけではなく、アドビのポストスクリプト技術の有用性をさらに高めるという効果を生み出すことに成功しました。続いて1989年、ジョン・ノールとトーマス・ノールという兄弟が開発したソフトウェアフォトショップのライセンスと販売権を獲得し、1990年、アドビからフォトショップが発売。もともと画像編集のソフトというのはフォトショップ発売前からすでに市場にありましたが、どれも専門的な技術と高額の機材が必要なものばかりであり、一般家庭で素人でも手が届くフォトショップの発売は業界のスタンダードを変えました。アドビといえばフォトショップというイメージを持つ方も多いかと思いますが、実はフォトショップに関してはアドビとは全く関係のない個人プロジェクトによって作られたソフトであり、アドビがノール兄弟からライセンスと販売権を取得した際もそこまで期待はしていなかったそうです。ですが1991年に入ると、予想に反してアドビのフォトショップの売り上げは急成長し、イラストレーターを大きく凌駕するほどにまでなりました。さらにアドビは1991年に今も多くの YouTuber なども利用している動画編集ソフトウェアプレミアプロの前身であるプレミアを発売すると、続いて1993年、どんな環境でもほぼ同様の状態で文章や画像などを電子化し閲覧を可能にするファイルフォーマット PDF とその編集ソフト Adobe Acrobat を発表。 PDF に関しては Adobe のユーザーではない方でも使ったことがあるという人も多いのではないでしょうか。このようにこれまでになかった革新的なサービスやソフトウェアを開発することで順調にそのビジネスを拡大していったアドビは、1994年ソフトウェア会社アルダスを買収し、現在のアフターエフェクツやインデザインといった技術の元となる開発者を手に入れると、2000年代時代は写真から映像へと移り変わっていきます。ここでもアドビはプレミアやアフターエフェクトといった製品によって多くの新規ユーザーを獲得していくと、2013年、主力ソフトウェアを集めてパッケージ化した Adobe Creative Cloud のサブスクリプションサービスを発表。今となっては多くの企業が採用しているサブスクですが、この時代はまだ前例はほとんどなく、 Adobe のサブスク化は当初ユーザーから多くの批判を浴びました。
しかしサブスク化に対する世間の認知度が少しずつ高まり、それと同時にアドビから次々と発表される革新的なソフトウェアの数々は多くの新規ユーザーを呼び込み、2021年の収益はなんと過去最高の約158億ドルにまで上りました。そうしてもともとゼロックスという大企業の研究所の中で出会った2人が、たった一つの技術を世に出すために創設されたアドビは、今では世界中のクリエイターにとって必要不可欠なソフトウェアを提供する大企業へと成長しました。チャールズ・ゲシキとジョン・ワーノックの2人は2000年に共にアドビから退社をしていますが、彼らの革新的な技術は世界の常識を大きく変え、その後広がり続けるアドビという川の源流となりました。これからもアドビは高機能かつ利便的なソフトウェアの提供によって、私たちの生活をより一層クリエイティブなものに変えてくれることでしょう。今日はアメリカで生まれたソフトウェア会社アドビの歴史をご紹介しましたが、このチャンネルでは様々なものの歴史をご紹介しています。ご視聴ありがとうございました。